ミズーリ川の洪水に使った施設、フォートカルフーン原子力発電所は、アメリカ合衆国ネブラスカ州ワシントン郡の、フォートカルフーンとブレアの間のミズーリ川に隣接して、設けられている、原子力発電所である。原子力発電所は、オマハ電力公社が所有し運営している。発電所は、 484メガワットを発電する一台のコンバッションエンジニアリング製加圧水型原子炉を保有する。この原子炉は北アメリカのすべての稼働中の原子炉の中では最も小さく発電所としての規模も小さい。なお、オマハ電力公社はより大きな発電力がある火力発電所を二つ保有している。フォートカルフーンには 使用済み核燃料を格納する深さ12メートルの貯蔵プールがあるが2006年にプールのキャパシティへ達した後はオマハ電力公社はドライキャスクに使用済み核燃料を保管するようになった。フォートカルフン原子力発電所は全部で270トンから360トンの高レベル放射性廃棄物を保有している。容器は永久に 使用済み核燃料を収納できるものではなく、ユッカ山核燃料貯蔵施設での貯蔵を停止したとき、オマハ電力公社は必要であれば、現場で問題なく、燃料を保管する準備はできていると述べた。2006年には、蒸気発生機、加圧器、圧力容器のヘッド、低圧タービンなど、施設を一新した。2003年には、施設に運転免許期限を20年延長し、 2013年8月9日から2033年8月9日まで延長された。しかし、2016年6月に、オマハ電力公社は2016年中に、フォートカルフーン原子力発電所の運転を停止すると発表した。これは、上述の通り発電容量が小さいため、天然ガスが、史上最安値圏で推移している状況においては、発電コストの面で、 火力発電所に対抗できないと判断されたためである。その後、同年10月24日に原子炉が停止された。2011年の水売り川の洪水では、施設は、米国の原子力発電所では、前例のないレベルの氾濫により、長期間水浸しになった。アメリカ合衆国原子力規制委員会は、原子力発電所からの周囲に2つの非常、 自体地域を定めている。半径10マイル圏内をプルトニウム被爆経路とし、空気中の放射能汚染による吸入を懸念としている。半径50マイル圏内を摂取経路とし、放射能によって汚染される食品や液体の摂取を懸念としている。2010年、ポートカルフーンの10マイル圏内の人口は2639人で50マイル圏内。 の人口は953,410人だった。50マイル圏内の人口には18マイルに位置するオマハの人口408,958人が含まれる。2010年8月に発表されたアメリカ合衆国原子力規制委員会の調査では原子炉に致命的な損害を引き起こす地震が発生する。 確率は76,923分の1である。2010年のアメリカ合衆国原子力規制委員会による評価では、フォートカルフ運原子力発電所は外部で洪水が発生した場合、その建造物を保護するための十分な手順を許さないと評価されていた。また、最悪な場合の洪水が発生した場合は、施設には備えができていない評価を下した。 冷却装置や電気スイッチギア室が浸水する可能性が露呈し2011年前半までにその対策が施された原子力規制委員会は危険度について海抜以上308メートルから310メートルまでの洪水であれば施設を保護できると査定しそれを超えると非常用ガソリンポンプが動かなかった場合核燃料損傷に至る 可能性が100%であると評価した。2011年6月6日、オマハ電力公社は、水売川の氾濫により、原子力規制委員会が定める4段階のうちレベル1の発生を宣言した。水売川は、より大きく氾濫し、数週間から1ヶ月にわたり水浸しになった。そのため、 施設を氾濫から守るため、砂や土のうで堤防を作った。施設の多くは増水した水売り側に囲まれて、しまったが、オマハ電力公社は2011年6月14日に、施設は500年に一度の氾濫事故に耐えられるよう、設計されているため、放射能物質は流出しておらず、確実に安全であると公式発表した。2011年6月17日には、 施設が、冷温停止状態であると報告され、燃料を補充して、予備発電機を動かすためには4週間必要であると発表した。アメリカ陸軍工兵隊は、オマファ電力公社が、平均降水量から見てミズーリ側の水位は、海抜307メートルを上回ることはなく、 現在の施設では308メートルから310メートルまで増水しても保護できると述べたことを明らかにした。また、使用済み核燃料貯蔵プールは、海抜316.5メートルに設けられていることも示した。2011年6月7日、スイッチギア室の電気施設で、ボヤが起こり、自動消火装置が作動した。炎は出ず、 消防署とオマハ電力公社は市民への危険は全くないと発表した。火災により使用済み核燃料貯蔵プールへの冷却水ポンプが影響を受けた。プールの水温が冷却が必要な範囲にあった88時間のうち90分間にわたって冷却が中断した。その後、オマハ電力公社は原子力規制委員会が定める4段階のうちレベル。 2の発生を宣言した。76トンもの冷却剤が原子炉から格納容器へ漏えいし、1992年以降初めての事故だった。6月23日、オマハ電力公社のヘリコプターが施設の南 2.4km に電装線を調査するため着陸した。それは予定していない緊急着陸だと報告されたが、負傷者はいなかった。 連邦航空局は一時的な飛行制限をポートカルフーン原子力発電所の2階り県内を飛行禁止区域に指定した。この規制は2011年6月6日午後4時31分に実施され通知があるまで継続された。連邦航空局はこの指令はアメリカ同時多発テロ事件を受けて原子力発電所の上空を 飛行可能空域としないよう指図書を作るためのものであったと説明した。6月26日午前1時30分、施設を囲んでいた高さ2.4メートル長さ610メートルの堤防が洪水により崩れた。堤防が決壊して施設に水が流れ込んだため電源がバックアップから一時的に切り替えられた。建屋と変圧機室は浸水し、 水位は0.61メートル以上であったと報告された。冷却のための電力を維持するために予備電源が使用された。堤防内から排水するポンプに燃料を供給するための燃料タンクは多くが浸水し、堤防も破壊されたため380リットルもの石油が川へ流出した。この堤防は原子力規制委員会による指示ではない第二の処置で、 オマハ電力公社により、原子炉建屋のすぐ外に作られた。原子力規制委員会と一緒に処置した堤防は、非常用のディーゼル発電機などの様々な器具を保護している。オマハ電力公社によると、施設は、水売川の水位が、海抜309メートルになるまで耐えられるように、設計されており、川の氾濫が307メートルを超えることは、想定していなかった。 6月27日には原子力規制委員会の会長が施設を訪問して安全を確認した。6月30日には作業員がガソリンを補充する際に使うポンプの一つから出火した。作業員はすぐに消火器で消し止めたが腕と顔に火けどを負いヘリコプターでリンカーンの病院に運ばれた。オマハ電力公社は火災が発生したのは 原子力核ではなく、予備安全建築領域であり、施設に危険はなかったと発表した。オマハ電力公社は6月26日に崩れた、堤防の代わりに新しく高さ2.4メートルの堤防の設置を行い、7月11日に完工した。原子力規制委員会は、2009年の洪水緩和と、洪水への準備、2010年からの不完全な、 電気設備の問題のため、2011年9月に、施設の格付けを D とした。2011年の水売川洪水は収まったが、原子力規制委員会が、オマハ電力公社の改善策を承認するまで、施設は運転停止した状態である。施設は D 評価のままであるが、再稼働の許可が降りるかもしれない。原子力規制委員会は、オマハ電力公社が問題なく、 施設を管理できると確信していた。ありがとうございます。